余命3年ですが、相続財産が膨大にある。この場合、相続税を払わないようにするにはどうすればいいの？今回は余命宣告を受けた方ができる相続対策について紹介します。余命宣告を受けた人ができる対策には何があると思う？110万円を3年間生前贈与してちょっとだけ渡す？ 7 年以内に110万円以上贈与したものは相続財産にカウントされるよ。ああ、じゃあ罪じゃん。先輩はどんな対策をするのさ？私なら焦って相続対策をするのではなく、現状把握を重点的に行うかな。え？それだけ？なんかこうさ、画期的な情報はないの？余命宣告を受けた人は相続財産を減らすことも重要だけど、治療費などにもお金を使うでしょ？それに余命宣告を受けても治療のおかげで余命期間以上長生きすることだってあるし、だから焦って対策をするよりも自分が今どんな状況かを把握することが重要になるんだよ。先輩、そうは言っても一応対策はあるんでしょ？そうだね、強いて言うなら次の対策かな。おお、こういうのを待ってたんだ。でも気をつけないといけないこともあるから、一つずつ解説するね。まずは生命保険を活用する。はいはい。これって一見使えそうだけど、余命宣告受けたら絶対審査落ちるやつだよね。確かに余命宣告後に利用できる保険は限られているね。その中でも相続税が非課税になるものを探すんだ。生命保険金は500万かける法定相続人分非課税枠があるでしょ。例えば5人家族の場合、2500万円受け取ってもその分は非課税になるんだ。ただし生命保険は契約内容によって条件も異なるから注意が必要だよ。そうか。ってことはいろいろと知識が豊富そうな生命保険の営業担当者さんにお話を聞かないとだ。2つ目は養子縁組を増やす。養子縁組を増やすことで法定相続人を増やすことができるでしょ。実子がいる人は1人、そうでない場合は2人まで養子縁組を結ぶことができるよ。おお、これを実践すれば余裕じゃね？確かに理論上はできるけど、場合によっては相続税対策として却下されてしまうこともあるよ。ってことはむやみに養子を増やすことはできなさそうだな。3つ目は相続人が配偶者のみの場合は配偶者控除を利用して非課税にする方法。ああ、1億6000万円まで相続税を控除できるあれか。でもこれって二次相続にめちゃくちゃ不利になるやつだったよね。確かにそうだね。じゃあこれ使えないじゃん。でも選択肢の一つとしては有効かもしれないよ。ここまで紹介した3つの対策は非課税枠を意識して遺産をうまく配分してできるものなんだ。なるほど。非課税枠を意識する場合、素人があれこれ対策すると失敗することもある？もちろんあるよ。むしろ闇雲に相続対策をして失敗するケースもあるんだ。場合によっては相続対策を無理にせずに相続税を払う方がお得だったなんてケースもあるよ。相続対策が必ずしも正義じゃないのか。相続対策は正解がその人の家族状況によるから、判断を間違えると失敗することは珍しくないんだよ。だからリサーチをして即実行ではなく、リサーチをして実行する前に本当に問題ないか専門家に聞くことも大切なんだ。今の財産状況を把握してできる対策は何かを考えてみましょう。もし非課税枠を活用できるものがあれば積極的に利用することをお勧めします。これまで紹介した方法はアプローチその1。別のアプローチもあるよ。え？別のアプローチ？こういう。違います。もう一つは相続財産そのものを減らすというものなんだ。相続財産を減らすって相続対策の基本じゃなかったっけ？余命宣告を受けた人も同じなの？基本的な相続対策は変わらないよ。私がおすすめする資産を小さくする方法は次の通り。非課税枠制度を利用して資産を減らす、不動産を購入する。それぞれ紹介するよ。一つ目の非課税枠制度を利用し資産を減らす方法。これはいろいろな制度を使って相続財産を減らすんだ。私がおすすめするアプローチは次の通り。非課税枠で使える制度って結構あるんだな。ん？あれ、これって全部過去に紹介したものばかりじゃん。そうだよ。相続対策はその人によって異なるけど、
使える制度とそうでない制度があるでしょ。今回の場合は生前に贈与する方法が有効で、その中でも非課税で使えるものを利用するんだ。なるほど。孫が学生だったり、子が結婚したてで子育て中であれば、教育資金や結婚、子育て資金の活用をすることをおすすめするよ。二つ目は不動産を購入する。相続税は評価額で決まるでしょ。現金よりも評価額が小さい不動産は評価額を下げることができるでしょ。それに不動産を購入した時、借入金は財産からマイナスできるから、結果的に相続財産を小さくすることができるんだ。よーし、不動産をリサーチして評価額を下げまくるぞ。ただ買うだけじゃダメだよ。小規模宅地等の特例を使って極力評価額を下げるようにしたり、可能であればアパート経営に良さそうな土地をリサーチして土地を購入しても良さそうだね。そうか、土地も闇雲に買うのではなくて、ある程度リサーチをしてから行動した方が良さそうだね。今紹介した方法は不動産を持っていない人ができる対策だけど、すでに保有している人は別の対策もできるよ。まだいろいろな対策ができるのか。もし土地を持っていてそのまま遊休地として放置していたら、アパートを建てられるし、納税資金がない場合は不動産を売却して相続税の資金に充てる方法もあるんだ。やっぱり不動産購入ではなく自分の状況に合った対策が必要ってことか。相続対策で大切なことは、資産を小さくして相続税対策を行うことです。限られた時間でできる対策があれば積極的に行いましょう。ここまでが余命3年の方でも比較的できることなんだけど、どの対策にも共通して注意すべきことがあるんだ。何かわかる？相続人で揉めそうなやつを特定する。そうじゃなくて、安易な相続対策をしないことなんだ。時間がないからといって適当な対策をしてしまうと失敗してしまう恐れがあるし、私が紹介したものは全て手段であってベストな対策じゃないよ。相続財産によってベストな対策が違うんだ。だから利用する際には本当に相続対策として万全なのか確認して利用することが求められるよ。ストラ先輩にゆるーく相続について聞いてみたは相続専門チャンネルです。相続についてわからない、相続についてもっと知りたい方は高評価、いいね、コメント欄に質問をお願いします。またストラ先輩の公式 LINE もあります。 LINE に登録をすると相続の最新情報やお得情報を取得できますよ。皆様からの質問をお待ちしております。チャンネル登録もよろしく。